どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、スターアライアンスクレジットカードがですね、とうとう誕生いたしますということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、結構前にですね、私のチャンネルでね扱わせていただいた ANA とかね、ユナイテッド航空とかシンガポール航空が所属しているスターアライアンスグループのですねクレジットカードが出るっていうのが、まあ、結構前にですね報道がありまして、2022年中にねこれが発表されるっていうね話がその時あってですね、それからしばらく経ちまして、もうね11月の頭ということで、まあ残すところねあと数ヶ月で2022年も終わるわけなんですけども、とうとうね発表がございましたということで、残念ながらですね日本で発行開始にはねまだなっておりません。今後ねどうなるかわかんないんですけども、一番スタートでね発行が開始になるのはオーストラリアっていう風になっておりますんで、まあこの点ねご了承いただいてですね、今回の動画ね、見ていただければなと思います。それではまずですね、今回ねオーストラリアでこのスターアライアンスクレジットカードが発行開始になるということで、今後ね日本で発行されるのかっていう話なんですけども、このスターアライアンスのね、グループのこの CEO の方はですね、オーストラリアでこのクレジットカードが成功すればすぐにでもですね他の都市にでも開始するっていうね、話をしているというふうにね海外のブロガーの方でね報じている方もいらっしゃいますので、まあおそらくですねこのオーストラリアでこのクレジットカードがねある程度需要があれば他のね国でも発行はね開始になるのではないかっていうふうに言われてるんですよね。まあこちらはねまああくまでねまあ噂ぐらいのね話だと思いますので、やるよっていう話で実際やるかどうかっていうのはねわからないわけなんですけども、まあオーストラリアでね成功すれば他の国他の都市でもですねこのスターアライアンスクレジットカードっていうのが発行されるっていう風になりますんで、もしかしたらですね日本でもスターアライアンスクレジットカードがね発表されるかもしれないっていう感じなんですよね。それでは次にですねカードの基本スペックの部分ですね、皆さん気になってると思いますので、解説させていただきたいなと思うんですけども、まずね今回オーストラリアでね発行されるということで、こちらねオーストラリアで発行されて今ね現在紹介されているのはシンガポール航空の公式サイトでね、発表されているっていう風になっておりまして、まあ概要欄にね、貼っておきますので、気になる方はねそちらから見ていただければなと思うんですけども、シンガポール航空のね、公式サイトでこのスターアライアンスクレジットカードっていうのは現在ねもう観覧できる状況になっております。詳細とかもね載っているわけなんですけども、まあ見た感じだとですね掲載はされているんですけども、申し込み自体はですねまだねされてないみたいですね。まあ今後ねこれもできるようになっていくのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあオーストラリアの方限定でね発行ができるって言った形になります。で年会費なんですけども、年会費は450オーストラリアドルっていう風になります。このオーストラリアドルっていうのねあんまりね聞き慣れないと思うんですけども、先ほどね調べたレートだと1ドルね99円っていう風になりますんで、この年会費450オーストラリアドルっていうのはだいたいね 42,750 円ぐらいにねなるっていった形になります。で初年度はね年会費無料っていう風になっておりまして、カード発行後90日以内にですね4000ドル利用していただくとスターアライアンスゴールドのねステータスがもらえるっていった形になるんですよね。でこの400ドルっていうのは今のねオーストラリアドルの計算で言うとだいたい37万9803円っていう風になりますんで、まあだいたい38万円ぐらいね利用していただくとスターアライアンスゴールドがですね付与されるって言った形になります。まあ、90日以内に40万円っていう風になりますんで、まあ、大体3ヶ月ぐらいですよね。まあ、そこまでね、ハードルは高くないかななんていう風に思うんですけども、初年度に関してはですね、発行後90日以内にですね、約40万円を利用していただくと、スターアライアンスゴールドがね、付与されるって言った形になるんですよね。これ聞いた時にね、結構いいなと思いまして、発行後90日以内に、まあ、大体40万円使えばね、スターアライアンスゴールド獲得できるっていうのであればですね、結構ね需要あるかななんていうふうに思いますかね。まあ初年度限定になりまして、これはね初年度の特別付与みたいな感じで、これをね毎年維持するにはですね一気にねカード利用額のハードルが一気にガンって上がって、年間6万ドル
オーストラリアドルですね、利用すると、このスターランスゴールドがね、毎年維持できるっていった形になるんですよね。ですので、最初の初年度だけは、このカード発行90日以内に、まあ、4000ドル、だいたい38万円ぐらいね、利用していただければ、これで利用できるみたいなんですけども、その後ですね、毎年維持していくってなるとですね、年間6万ドルがね、利用が必須っていった形になるんですよね。で、この年間6万ドルっていうオーストラリアドルがね、だいたいいくらかというと、570万と、1920円っていう風になりますんで、まあだいたい570万、まあ1920円なんでね、はい、だいたい570万、年間利用していただかなきゃいけないっていう風になりますんで、いや、これはかなりハードル高いですよね。マリオとアメックスがだいたい400万。で、プラチナステータス。ヒルトンダイヤモンドが200万でダイヤですもんね。で、年間570万利用すると、スターランスゴールドがね、まあ、利用できるっていう風になりますんで、まあ、かなり高額ですけども、これね、飛行機に一回も乗らずにスターランスゴールドを獲得できるっていう風に考えると、日本で発行されれば人気になると思いますかね。もう、SFC 修行いらなくなりますからね。まあ、今 ANA とかでカードの決済額を入れると、プレミアムポイント少なくね、ステータス取れたりしますけども、どっちにしろあれもね、何万ポ、プレミアムポイントはね、獲得しないと、その決済額でね、達成はできませんけども、このスターランスゴールド、このスターランスクレジットカードに関しては、もう飛行機にね、一回も乗らずに、年間のね、決済額のハードルだけ超えれば、スターランスゴールドはね、維持できるっていった形になりますんで、まあ、これはね、ある意味ね、日本で発行されれば、まあ、利用される方はね、かなりいるんじゃないかなと思いますかね。いや、すごいですよね。まあ、ちょっとね、決済額は高いですけども、非常に夢のあるね、クレジットカードっていう風になりますよね。それでは次にですね、ポイント制度ですね。当初ね、この話が出た時に、1ポイント、まあ、100円で1ポイント、だいたいね、100円で1ポイント貯まって、まあ、それがね、いろんな航空会社に選べて、マイルに交換できるみたいなね、まあ、そんな触れ込みで、まあ、以前ね、話させていただいてたと思うんですけども、実際今回ね、発表がありまして、貯まるポイントっていうのは、スターランスポイントっていうのがね、貯まるんですよね。で、これが、1オーストラリアドルに対して、1ポイントがね、貯まるっていう風になりますんで、まあ、これは発行されるね、通貨によって変わると思うんですけども、まあ、日本だったら多分100円で1ポイントみたいなね、まあ、そんな感じになると思うんですけども、まあ、今ね、オーストラリアでしか出てないので、1オーストラリアドル、1ドルに対して1ポイントがね、貯まるっていった形になります。このね、1ドル決済で1ポイントっていうのは、最高3000ドルの決済までっていう風になりますんで、これが大体ね、285万円ぐらいまでね、決済っていう風になりますんで、まあ、その後はですね、1ドルに対して、まあ、0.5 スターランスポイントっていう風になりますんで、この200、まあ、大体285万円ぐらいまでは、1オーストラリアに対して1ポイントね、貯まるんですけども、まあ、それ以上はですね、残念ながらですね、ポイント獲得のレートが悪くなって、0.5 スターランスポイントにね、下がってしまうっていった形になるんですよね。ですので、先ほどね、スターランスゴールドの維持が、だいたい570万でしたっけ？そうですね、570万っていう話をさせていただきましたけども、その570万決済したとしても、その中の285万円分は、1ドルで1ポイントね、貯まるんですけども、それ以上超えた分に関しては、0.5 ポイントっていう風になりますんで、これちょっと渋いですよね。年間の決済額の維持、スターランスゴールドね、維持で、570万円ぐらいね、必要にもかかわらず、285万円以上はですね、0.5 ポイント換算っていう風になってしまいますんで、ここはね、ちょっと残念ですよね。ですんで、この570万全部決済したとしても、まあ、全部が全部ね、1オーストラリアより1ポイントで、マイルが溜まっていかないっていうところなんですよね。しかもですね、残念なことにですね、最初にね、話が出た時は、1ポイント1マイルで交換できるっていうね、まあ、触れ込みで、まあ、話が出てたと思うんですけども、まあ、今回ね、シンガポール航空で、まあ、これ実装されるわけなんですけども、ちょっとね、これは今後ね、どうなるかわかんないんですけども、今現時点ではシンガポール航空でしかね、実装されておりませんので、シンガポール航空のね、マイルに交換する場合にはなるわけなんですけども、
このシンガポール航空のね、マイルに交換する場合は、1ポイント1マイルにね、交換できないみたいなんですよね。で、交換レートがね、1ポイント 0.8 マイルっていう風になるみたいなんですよね。これもね、ちょっとね、残念ポイントですよね。ですので、還元率にすると、今現時点で実装された感じだと 0.8% 還元なんですよね。マイルの還元率が。これちょっと微妙ですよね。まあおそらくね、決済額でね、達成すれば、スタイランスゴールドになれるっていう部分がね、かなり比重を多めにしてるんでしょうね。ですんで、1ポイント1マイルではなくて、1ポイント 0.8 マイルみたいな。まあ、こういった感じになったと思うんですよね。いや、これはね、ちょっと残念ですよね。1ポイント1マイルにね、交換できるとばっかりね、ちょっと思ってたわけなんですけども、まあ実際ね、先ほども言いました通り、今後ね、他の航空会社で導入された時にですね、ANA とか、ユナイテッド航空とか、他の航空会社では、1ポイント1マイルでね、交換できるかもしれませんし、これが仮にね、日本で発行になったら、普通に1ポイント1 ANA マイルにね、なるかもしれませんけども、まあ現時点では、1ポイント 0.8 マイル交換っていう風になりますんで、マイルの還元率は、0.8% っていった形になるんですよね。はい、こんな感じになっております。またね、この一回ね、航空会社を選んだらですね、この航空会社に自動的にね、移行されていくみたいな、そんな感じになるみたいで、この自動的にね、マイルに交換されるって非常に迷惑な話じゃないですか。まあ、というのも、このマイルっていうのは、マイルになってしまうと、有効期限がついてしまいますよね。まあ、ANA マイルだったら、まあ、3年間とかね、まあ、そういったのもなりますので、ひとまずね、今出てる情報だと、どうやらね、この、一回設定したらですね、自動的にマイルになっていくみたいなね、まあ、そんな記載もされておりますので、まあ、この部分はですね、スタイランスポイントで溜まってって、買えれる時に買える。だから自分でね、ポイント交換で買えれるんだったらね、まあ、利用しやすいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、自動的に変わっていくっていう感じになるのであれば、ちょっとこの点もね、残念ポイントではありますよね。はい。ということで、今回ですね、スタイランスクレジットカードがとうとうね、発行開始になりますということで、まあ、一応ね、まだ、申し込み自体はね、できないみたいなんですけども、シンガポール航空のね、公式サイトにもう乗りましたので、まあ、おそらくね、もうしばらくしたらね、申し込みもできるようになると思いますけども、いや、とうとう来ましたね。はい。皆さんぜひね、ご意見ございましたら、コメントいただければなと思います。570万円のぐらいのね、決済で、スタイランスゴールドがね、付与される、まあ、維持できるっていう、毎年ね、維持できるっていうのは、まあ、非常に夢がありますけども、でも570万って結構な決済額ですよね。しかも今回ね、発表されている内容では、570万丸々ね、1オーストラリアドル1ポイントで1マイルにならないっていうのもね、発表されましたんで、ちょっとね、残念ポイントもね、多かった発表ではないのかな、なんていうふうに、個人的には思いますけども、ぜひね、思うところがございましたら、ご意見ね、いただければな、と思います。まあ、これね、本当にいつ出るんだろうな、なんていうふうにね、ワクワクしておりましたので、まあ、実際ね、発表になってね、良かったな、なんていうふうに思っております。ちょっとね、このまま流れるんじゃないかな、なんていうふうにね、なかなか出てこなかったんでね、思っていましたけども、とうとうね、発行開始になるっていう風になりますんで、日本でもね、発行開始になったらね、結構ね、盛り上がるのではないのかなと思います。まあ、初年度年会費無料な点はね、結構いいですよね。はい、ちょっと試しで使ってみたいね、部分はありますよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画、役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、公式アカウントもね、始めましたので、ぜひね、登録していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。